こんばんは。ちょっと待って、ね、テロップかけます。よいしょ、こんばんは。ちょっと待って、いろいろと準備ができてないのに始めちゃった。めっちゃ急いで帰ってきたんですよ。なんかね、思った以上に仕事が押して、ちょっと待って。あーんでインスタ投稿してたらもうバタバタで、すいません、ちょっとうるさくなります。失礼します、ごめんなさい、充電がなく。そうなんです、バタバタです、本当に。ちょっと首が、すごい大変だった。メールがもう送れなかった、その収録っていうかロケしてたら申し訳ない。でもちょっと11時からキリがいい時間から始めたいと思って、バタバタしながら、はい、バタバタです。さっきインスタ投稿しました。あの配信終わったらコメントにいいね返します。ファンレター送りました、嬉しい、待ってます。そうなんですよ、疲れた。今日はでも昼からだったんで、まだ今日はね、本当になんか美味しいものを、結構食べれて、しかも持って帰ったりとかもして、すごいもう家に食料がすごい、なんかご厚意で全部なんかそのロケ中に食べれなかったもの全部入れてくれて、容器にすごいいっぱいあるんですよ、本当にありがたいね。なんでちょっと終わったら食べたいと思います。すごい、もうなんか私なんでこんなにバタバタでショールーム始めたんだろうってぐらい、あの何もね、すごい何も、本当に帰ってきたばっかりというか、なんか心が落ち着いてないんですよね。お疲れさん、お疲れさん、本当に。よし、ちょっとショールームしてきたらだんだんこう、あのバタバタから心が落ち着いてきたかも。よしよし、本当にもう今落ち着け、落ち着けです、本当に。まあ何かいろいろ話したいなって思ってることはいろいろあるんですけど、なんだろう、昨日ショールームちょっとしてなかったので、昨日の話からしていこうかなって思います。なんかね、昨日はみちさんのソロツアー初日の、あの本当に昼公演、本当に初日にあのゲスト出演させていただいたんですけど、夜公演も見てて、昼と夜両方、夜は客席で見てて、昼は出させていただいたんですけど、来られた方いらっしゃいますかね。もう本当に楽しくて配信がないのが本当に残念なぐらい、本当に素敵な瀬取りと、私も初めて、なんだろうな、なんかあんまりこうこんなにもソロで歌うことが多分ない、ライブとかでないので、ほとんど基本ユニゾンでライブしてるのであまりないと思うんですけど、私はみちさんと2人で暗闇とやがて菜の花が咲く頃と、あとなんかめっちゃアレンジの聞かせたすごいテンポの速い瀬戸内の声を歌わせていただきました。すごい温かく迎えてくださって、みちさんのファンの皆さんが、ビューティフルムーンの皆さんが迎えてくださって、しかもこう生演奏だったんで、すごい、しかもリハも、なんだろう、当日しか自分はできなかったんですけど、すごい緊張したんですけど、すごい、どうでしたかね。本当になんか私のファンの方にも来て聞いてもらいたかったなって思いました。なんかすごい自分的にもこんなに、なんか歌をメインで活動することがあんまりないので、なんかいい経験になりました。なんかいつかどっかで動画とか出てくれたら
嬉しいけど、はい、本当にありがとうございました。もうイヤモニとかもしてなかったんで、私はね、みちさんは自分の持ってるからしてたんだけど、もうすごい、もうバンドの音がもうすごくて、いやー、バンドマンってすごいんだなって思いましたね。歌うまメンバー歌は上手くないけど、そのなんか歌うまメンで呼ばれたみたいな、なんかみちさんが MC で言ったんですけど、絶対それはなくて、その運営さんが思うなんかみちさんと仲がいい歌うまメンバーが選ばれたみたいに言ってて、絶対歌は上手くないんだけど、なんか多分押してくださったのかな何らかの忖度があるのか分からないけど、すごいやな、まさかまさかの出演することができて、でも歌うのは好きなんで、はい、嬉しいです。ココアさんにすごい、あの本番前なんか歌大丈夫なんてめっちゃ心配されてたんですけど、なんとか、多分なんとか、まあ、緊張してるねってめっちゃ言われたけど緊張してるねってめっちゃ言われたけど、なんとかできました。他のメンバードレス着てたのに、そう、なんか衣装を自分で選べるってなって、その予算内で、この予算で衣装選んでくださいって言われて、みちさんがなんか、みちさん3着ぐらいツアーで着るんですけど、なんか途中なんかちょっと椎名林檎風楽曲みたいなシーンがあって、そこでなんかグレーのセットアップのスーツでみちさんがステージに立つってのを知って、じゃあそれに合わせようと思って、そうで、ちょうど衣装を自分らで考えてくださいってなんか連絡が来た日に、ちょうどなんか仲がいい衣装さんと遊んでたんですよ。それでなんかちょうど衣装さんと遊んでるから、じゃあ選んでって言って、あの一緒に選んで、まあ、今日インスタにそれは載せたんですけど、めっちゃかっこいいセットアップがあって、しかもちょっとみちさんのに似てる感じのそうなんですよ、めちゃくちゃ可愛いやつを選んでもらいました。でアクセサリーとかは選んでくれて、もうでもその衣装さんはね STU にいないから、もう本当にプライベートの友達になってるんだけど、すごい、あのわざわざなんか仕事じゃないのに選んでくれてありがたかったです、うん、みそのユニバース初めて行ったんですけど、大阪の会場めっちゃおしゃれな、もうレトロな、なんかすごいおしゃれな会場で、もういっぱい写真撮りました。あのみちさんがライブしてる時、みちさんの写真を、うん、まあ、いつかどっかで使ってくれたらいいんじゃないかなと思います。すごい綺麗でした。もうなんかメールとかに載せようかな。もうめちゃくちゃ天井とかに、なんだろう、惑星みたいな、なんか宇宙の惑星みたいなライトが何個も何個もある、すごいみちさんにぴったりの、うん、すごい可愛い会場でした。なんかでもツアーの初日でみちさんもなんかすごい緊張してて、でもすごい本番はめちゃくちゃ良かったです。そしてなんか自分のファンの方もゲスト発表されたのが結構遅かったんですけど、もうチケット始まってからの発表だったんですけど、なんかちゃんと来てくださって、で本当に嬉しかったです。うちわとかなんかみちさんが言ってて、なんかお見送りみたいなのがみちさんあって、ツアーの時に多分その前方席の人、なんかそれにはおきちゃんのファンの方が来てめっちゃなんかお礼言ってたよみたいな、お渡し会みたいなのあったのかな、なんかちょっとそこはよくわかんないんですけど、それにおきちゃんのファンがめっちゃ来てくれたよって言ってて、もう皆さん本当にありがとうございます。いい人が多いって言ってましたすごい、なんで私もすごい自慢です。皆さんがありがとうございました。楽しかったです。そしてみちさんのファンもめちゃくちゃ優しかった、ありがとうございました。もう本当に昨日は来てくださって、うん、菜の花とっても良かったですよ。緊張した菜の花
菜の花歌いました、みちさんと二人で。いや歌えてよかった、幸せだったしかもなんかジャズアレンジだからすごい、なんだろう、かおしゃれな感じの音になってすごい楽しかったです。葵さんのピアノもめっちゃ綺麗だったし、私は夜公演見てたんですけども、千穂さん歌うますぎて本当にもう昨日はでもね、なんか楽しかったです。楽屋ずっと千穂さんとかと一緒にいたんですけど、葵さんとかみつさんはちょっと忙しくてバタバタしてたんですけど、もうたこ焼き食べたい、たこ焼き食べたい、たこ焼き食べたい、でも千穂さんとずっと言ってたたこ焼きが届きました。本当にありがとうございますって感じで、いや楽しかったです。菜の花本当に好き、いやありがとうございます、嬉しい。私も菜の花大好きだし、なんか別に私はなんかこの曲をなんかその同期だけで歌いたいって思わなくて、もっといろんなメンバーに歌ってほしいし、なんかまた違う味が出るなって思いました。なんか歌う人が違うと全然なんかもっといろんなメンバーで菜の花聞きたいですねって思った。なんかみちさんのを聞いて思いましたすごい良かったです、いい曲でした、千代ちゃん5時間待ち時間あったの。千代さん私と一緒に来たから早かったし、私も千代さんと帰ったからすごい待ち時間がありました。でももうライブ見てましたお互い楽しかったです。で今日もみちさんと一緒にロケして、だから昨日今日で本当にみちさん続きで、さっきあのチャコちゃん撫でてきました。車の中にチャコがいたんでみちさんのお迎えの車の中にチャコがいたんで、チャコを撫でて帰ってきました。なんか久しぶりにアニマル触れて嬉しかった、アニマルセラピーできた可愛かったアニマル。他のメンバーにも歌ってほしい。そうだよね、菜の花なんか聞きたいなって思った、いろんなメンバーで。ちょっと歌う機会あるかな今後、いろんなメンバーと楽しかったです本当に。皆さんもカラオケとかでいっぱい歌ってください、まあ、キーどうだろう、そんなに高くないと思うので結構歌いやすいと思います。どうだろう、男性だともっと低くなるのかな、よろしくお願いします。2番もいい歌詞なのでぜひぜひ。いや今日はちょっとバタバタしてて、朝からずっと本当にやっとゆっくりしてます。もうバサバタで全然 SNS とかなんか更新しようって思ってたけど時間がなくて過ぎ去ってました、一回落ち着いとこう。そういえば明日バレンタインなのか、明日はバレンタインですね皆さん。このじゃあ背景も明日で終わりってことか。そうなのかな。可愛かったのにな、この背景。チョコください。いやもうチョコ作る時間ないねんな明日もう自分の中でスペイベでバレンタイン終わってしまったよ、めっちゃチョコ作ってしかも今目の前にチョコのお菓子めっちゃあるんだよね。明日も忙しいのね。明日も忙しい、なんか急にバタバタ
バレンタインね。でも意外にチョコ、ガトーショコラが意外と簡単に作れるってことをこの間初めて知ったから、いつか作ってみよう。でもオーブンないとね。さやかりんは今作ってる。あ、そうなんだ、バレンタインさやかりんだね。おめえらチョコもらえねえだろって言ってくれ。なんか言ってくれって言われたら絶対言いたくなくなるんだよね。言いません言いません。私あのそんなにあの恋に喜ばしたくないので、恋的じゃなかったらいいんですけど、恋には喜ばしたくないです。残念。ああ、そのコメントしなかったら言ってたかもしれないのにな。ああ、もう一生言わなくなっちゃった天の弱ですから。ちなみにあの昨日差し入れでもらったんですけど、これわかります？広島チョコラ。これは美味しいのでおすすめです。食べたことありますか？これめっちゃバレンタインチョコっぽいよ。ほら、広島チョコラ有名なんですけど、なんかちょっとプレミアムってついてるんですよね。何がプレミアムなのかわからないけど、これは私もよくお土産に買います。いただきます。真っ赤、もっちりチョコって感じ。ねっとりもっちり。なので皆さんはこれを買って私からもらったという体にしてください。はい、どうぞ。チョコです。食べかけです。ヒゲみたいん。まあ、早めのバレンタインチョコです。うん。で、口みたいにしたいんだけど。めっちゃ美味しい。これわかるかな？ねっとり感。どう？食べかけが欲しい。いやー、本当にすごい。みんなすごいよみんなすごい。どうしたらそんな言葉が出てくるんだい。うん、なんかこのねっとりチョコ感をどう表したらいいのか難しいんですけど、めっちゃしっとりねっとりしてます。美味しい。チョコヤポーゴーよ。うん、なんかね、全然ブラウニーとも違うし、ガトーショコラとも違うし、なんか形容しがたいけど、強いて言うなら生チョコがめちゃくちゃ固まった感じなんで、あの手に結構つきます。本当にクッキーとかじゃなくてガチチョコって感じ。広島チョコラって名前です。カントリーマームっぽい。全然クッキーじゃないんよ、マジチョコないんよ。なんと言ったらいいのか、もう丸いチョコもうねっちーねっちねっちーって感じ。袋もう一回見せて。広島チョコラ、でもこれプレミアムって書いてる。プレミアムは初めて食べました。これですね、おすすめです。めっちゃ手についたねっとりチョコ。飲み物飲もう。
ねっとりなので、シュン。うん、水が今日も美味しい、おすすめです。これをバレンタインに買って映像倉庫で今日のショールームを見返したら、多分実質実質大木ちゃんからチョコをもらったことになります。実質です。革命的ですね。まあ広島で難しかったら、あの私がこの間買ったセブンイレブンのフォンダンショコラがあります。これはまだ食べてないんですけど、多分今後私は食べるので、これをバレンタインに食べたら実質私がチョコをもらったことになります。これはでも多分明日食べないので逆に早取りです。逆に私よりも先に行ってる、 もはやあげた私にあげてるぐらいのそうなんです。実質ね、実質チョコをもらったことになります。うん、まあ本当に広島っていうか、このチョコラを買える人はチョコラで買って、無理な人はまあセブンイレブン買えば実質チョコをあげたことにもなるし、チョコをもらったことにもなります。これすごいですね。オンラインバレンタイン、バレンタインデーと名付けましょう。オンラインでいながらもバレンタインデー、うん。いつも愛と優しさをいただいているので感謝しかないです。なんて素晴らしいコメントなの、本当に優しすぎる。壺買わされないでね。そうなんですよ、実質実質です。やばいやばい、全部実質。うん、よろしくお願いします。明日バレンタインか、いやバレンタインな、なんかチョコ作り配信とかしたかったんやけどな、あまりにもね、え本当にチョコ作りに向いてない生活すぎて、バレンタイン系の歌でも歌うか。バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、チュッチュッチュッチュ、リボンをかけて。多分1年の中で明日しか歌えないから1年一度のスペシャルデイね。オーダーリン、ドゥワドゥワオーダーリン、ラムドゥ、甘い甘い恋のチョコレート。じゃあ明日、明日はバレンタイン、バレンタインデー、バレンタインキスを歌います。しないから、私ちょっと最後の手段に飽きちゃう、バレンタインデーキス、チッチッチッチュ、バレンタインデーキス、チッチッチッチュ。明日チョコ買いづらい、え自分にあげたって思われるから。なんか逆になんかチョコ買う人だったらなんか思わないな、あ自分で自分のためにとは思わないかも逆に、うん、なんか今日買ったらちょっと思うかもしれん。でも明日買ったらなんか、あなんか普通にあげるのかなみたいな、か普通にチョコ食べたいのかなって。逆になんか13日に買い、なんかちょっとおや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 、もしかして自分で買って自分のロッカーに入れて明日の自分へのサプライズかなみたいな。まあそれはそれで楽しそうだけどそれはそれで楽しそうだけど、毎日のね自分にドッキリを仕掛けてるんですかね。
うん、私もチョコあれ毎年買ってたけど今年は買ってないですね。うん、なんかあの惑星のチョコレートみたいなのいつも買いたいなと思って結局買ってないんですけど、あのなんか地球とか土星とかなんか海洋星とかそれを表したチョコみたいな結構前昔からあるチョコ、あれすごい綺麗で買いたいなと思うんですけど、なんかもう今年さなんか2月早すぎてバレンタインもうなんだって感じ。今日なんか日付書く時間があったんやけど日付書くときに13日って書いて、あびっくりした。なんかもう本当に私この間のスペイベでもうバレンタイン気分を過ごしてしまって、なんか STU のスペイベでねファンの方にバレンタインチョコを作るっていうイベントがあったんだけど、もうそこでなんかバレンタイン感を終わらせてしまってああよかったチョコ作ったバレンタイン終わりって思っちゃったらさ、まだ全然バレンタインまで時間あったっていう、うん、早いね、うん、明日か、うん、服フェスも来週ね、服フェスもだしファンミも来週だし、すごいよね2月なんか12分の1終わったとか1月終わった時言ってたけど、もう普通に12月分の2終わりそう、うん、メンバーにあげるの私はあげないですね、もらう派です、うん、いつももらってるばっかりで、ホワイトデーに返すタイプです。バレンタインはもう自分には関係ないものとしてしてるんですけど、うん、そうなんですよ、うん、誰のチョコが一番美味しかった、でもみんなくれる人のチョコがね美味しいですけどね。手作り部門で言ったらやっぱひなさんが上手ですね、お上手、うん、ひなさんはやっぱり料理がうまいのでめちゃくちゃ美味しいです、うん、まあでもねそんな毎年あるって思っちゃダメなんですけどね、なんか大変ですから会う予定があればって感じですね、なんかもらえるくらいかな、ね、でも、まあ、学校と一緒で、うん、みんなで会う予定があったら、明日私マジで毎休ぐらいにしか会わないかも仕事で、うん、でも多分用意してないですね、多分ショールームとかで作るんじゃないかな、私にはくれないのにくれないっていうか私はあげないんだけども私にはくれないのに原田さんが作ってる、いやさやかりんのチョコレートなんてもらったらもうねえ、もらっちゃったら多分食べれないよ、キュンキュン残しときなたくなっちゃう、うん、いいねえ早いね、バレンタイン13日に作るタイプなんよね、そうだよね普通は13日、私も学生時代はね友チョコという知ってますか、あのね女子の友チョコ文化のすごいあの全盛期を本当にね中学校高校はさすがにしなかったんだけど中学校小学生ねすごいんですよ、もう今では平成女児のチョコレートっていう名称がついてるぐらい、あの平成の女子小学生のチョコレートはマジで工場みたいな作り方してるんですよ量産型工場みたいな、もう板チョコいっぱい買ってで、なんか銀紙を用意してアルミのなんかカップみたいなでチョコ溶かしてそのアルミのカップにもうなんかもう100個ぐらい作るんですよ、
でなんかチョコペンでなんかハートとか描いたりとかして凍らせるっていう。でもうそれを50袋ぐらいに詰めて持ってくんですよ。でもう会う人会う人に、はい帰ってもちょこ、はい帰ってもちょこってすごい。で相手も同じことをしてるんですよ。だからもう似たようなものの交換溶かして固めただけのチョコの交換会みたいな、それが本当に流行ってて、しかも全国的にやってたんですよ、あれ、それをね。うん、だから本当に私のバレンタインの思い出はめちゃくちゃもらってたし、めちゃくちゃあげてましたね。ちょっと今ね、最近そのなんか平成女児チョコレートっていうのが逆に流行ってて、もうねなんかそれまでは結構もう本格的なお菓子作りがさ、簡単に家でできるレシピとかがあるからなかったんだけど、なんか最近だってそのちょっと平成ブームが Y2K みたいな感じで巻き起こってて、それと同時にだね、ぜひ令和女児に作ってもらいたいですね。本当に溶かしてまた固めるっていう、ちょっと50個ぐらい作って、懐かしい、やってたよ。うん、トリュフチョコとかよく作ってた。うわ作ってた。トリュフはちょっと平成10時からちょいレベルアップしてる、中学生ぐらいが作るやついや懐かしいな。本当にバレンタインはもうみんな作ってましたね。うん、私は高校ぐらいからなんかその、まあ、簡単だけど手間がかかる割に別にそこまですごいめちゃくちゃ美味しくないってことに気づいてしまってからはあげなくなってしまいましたけど、うん、でも流行ってた流行ってた。もう普通に板チョコの方が美味しいんじゃないって思い始めてから作んなくなっちゃったけど、またでもあんぐらい大量生産してた時代にちょっと戻ってみようかな。気づいてしまいましたね一大イベント本当に。高級チョコブームに移りましたよね。ね、なんかチョコって本当にすごいんだね。高級なチョコって本当に高級だもんね。私はちょっとまだそこの領域にまでは達したことないけど、でもなんか予約何ヶ月待ちみたいなチョコあるじゃないですか。ちょっと憧れてみますね。なんかどんな、一体どんなチョコなんだろうって。なんかお菓子作りとは別に、なんかチョコってもうチョコのジャンルですごい大会とか開かれたりとか、なんかすごいじゃないですか。こうケーキ作りとかお菓子作りとはもう別の、もうチョコっていうジャンルが確立してるじゃないですか。なんですごい気になりますね。そんな中でね、なんかめっちゃどんな感じなんやろうってはい、食べてみたいですね。うん、まあちょっとそれはもうなんかめちゃくちゃ頑張ったご褒美とかにしようかな。今年めちゃくちゃ頑張って来年の自分にみたいな、うん、にしようかな。って思います。こんばんは、こんばんは。こんばんは。若干ちょっと、ショールームやっと落ち着いてきた。さっきまで本当にバタバタで、ゼーハーゼーハーしながら。配信始めたんだけど、やっと落ち着いてきました。本当になんでこんなに今日はもう落ち着きがなかったんだろう。やっぱなんかこうロケの時とかってなんだろう、なんか常にこう携帯をそんなに触れない状況のことが多くて、メールとかも全然送れないんですけど、うん、いやなんとかそのインスタの毎日投稿を今しようと思ってて、今5日目ぐらいなんですよ。でよし、じゃあ9時ぐらいに本当は仕事終わる予定だったから9時ぐらいに投稿しようと思ってたんだけど、結構押して10時ぐらいに終わって、
やばい、何も写真も選んでなければ文字も選んでない、やばいってなって、もう頑張ってちょっとこうやって考えながら帰ってきて、でショールームはでも11時からぴったしに始めたかったので、もう行ったれーと思って押したんで、ちょっと5時とかあったらどうしよう、うん、毎日更新中です。うん、そうなんです。ハッシュタグというものを学んでハッシュタグをつけてみましたなんかつけた方がいいよって言われたので、うん、毎日更新中です。内向開運さんの YouTube を見た、あ、そうなんです、昨日投稿されたんですけど、内向開運さんのっていうね、あの船の、あの船のお仕事関係の会社さんとコラボをして、 YouTube のセトラボで STU48 チャンネルの方と内向開運さんの YouTube チャンネルの方の両方の YouTube の動画に出演してるので、よかったら皆さん見てください。あと高評価もよろしくお願いします。私はもう昨日見て高評価つけてきましたはい、よろしくお願いします。そうなんですよ、記者の編集めっちゃ良かった。そうそうそう、なんかね、企業 CM を作るっていうなんか回だったんですよ、その ST48 チャンネルの企画が。でスマホだけで CM を作るってやつだったんだけど、もうなんか時間がめっちゃ少なくて、私編集15分もないぐらいでやったんですよもう本当に頑張って、スマホだったんで指でこうやって頑張って編集したんですけど、あのすごいちょっと割と面白くできたんでおすすめですなんか元動画ファンクラブとかに載せようかなって思ってるぐらい、でも別に載せたところであれかなって思ったんですけど、私の中であの15分の割にはちゃんと音声とかも撮ったりとかフリー音源探したりとかアップにしたりとか結構頑張ったんですよスローにしたりとか、うん、まあ、撮る時間合わせたら全然ね、1時間もないか1時間未満ぐらい撮ってるんですけど。船長さんが例のファンの方、船長さんは全然スティーファンじゃないですね。なんか私が前に多分ショールームでお仕事に行ったところに行ったらファンの方がいたって言ったんですけど、内向開運のなんか内向開運のっていうかなんかちょっと難しいんですけど、でもすごいあの偉い立場の人が私の握手会に来てくれてる人で、で私知らなくて、なんかそんな偉い人だって知らなくて、なんでいんのって言ったら、実は職場なんですみたいな、みたいな、え、私だから呼んだのって言ったら、いやいやそんなことはないんですみたいな、本当に偶然なんですけど嬉しいですみたいな感じですごいあの腰が低く、やっぱファンの方ってさ、社長なんか自分の職業とか言わないから、私が聞かないから、なんかちゃんとなんか働いててびっくりしましたそうなんですねって、で私が普通にオタクの名前で言ったんですよ、あ、なんとかなんとかって言ったら、なんかその一緒に働いてる人がえみたいな、なんか本当はだってめっちゃね偉い人でちゃんとこう名字でさん付けで呼ばれてるような人なら、違うなんとかじゃんなんとかなんとかって言ったら、これえみたいな周りの人もえみたいなでもその人はすごい職場とかにSTUの CD とか置いてくれてるみたいなんで、おたばれはしてるんですけども、私が多分そのオタクネームを言ってすごいあの多分本当はそんな呼び捨てとかで呼んじゃダメな立ち位置の人にすごい私はなんとかじゃんなんでいいのなんとかじゃんとか言ったから、多分あの周りがもう ビビったっていうか、多分ええみたいな、何言ってんのみたいな感じに私だったんですけども、すごい優しかったそうなんです、うん、すごいありがとうございますって感じで頑張ってくださいお仕事、本当にありがとうございました、コラボさせてくださったって、うん、
別にその人の一存で、あの別にスティーユとコラボできたわけじゃないと思うんですけど、偶然一緒にする機会があってよかったです。うん、楽しかったです、うん、びっくりしましたパチ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 、すごいよね本当に。瀬戸内界隈でたまに聞きますね、ファンと職場が職場で会う話。そうなんやね、なんかファンの方ってさ、なんか私全然素顔そのファン活動してる以外の姿を知ることってほとんどないんだけど、たまにそのなんか企業さんとお仕事した時とか、なんかのお仕事した時とかに、なんか実はSTのファンなんですみたいな人がいて、あ、こういうお仕事をされてるんだみたいなのが多いですね。何をしてるかいつも分かんない、こういつもいて、なんか平日でもいて、なんか何のお仕事をしてるんだろうみたいな、なんでそんなにお金があるんだろうみたいな、あ、こういう仕事をされてるんだなんかすごい、全然アイドルよりも不思議な、なんか謎が多いファンの皆さんの方がって思いましたね。でもすごい嬉しいです、そのありがとうございますって思います。そうなんですまたね、まあ本当に今見てる皆さんの中にはそういう、もしねなんか仕事とかでこういう人を広告に頼みたいとか、なんかモデルに頼みたいとかあったら、ぜひあの STU48 呼んでくださいSTU48 呼んでください、お待ちしてます。はい、皆さんの手助けになれたら私は嬉しいです、すごく。今回はそういうお仕事が、まあ、その人が決めたってわけじゃないと思うんですけど、あの一緒にかなって嬉しいです、そのファンの方のためになれたことが嬉しいですはい、よろしくお願いしますメンバーと関わる可能性ある仕事をしてるから、どこまで言っていいのか迷う。まあでも、まあ自分判断でいいんじゃないですかね。びっくりさせるのもいいんじゃないですかね職種にもよるけど、そうなんですよ。ぜひ見てください。あと文化祭とか全然呼んでください実行委員とかだったら、たまにそういう企業さんのなんか新年会とかに、こう STU48 パフォーマンスでみたいなとかたまにあるんですよ。なんでそれは多分呼んでくださってるので、なんか新入社員歓迎会みたいなとか、なんであのぜひあのもしあの会社とかでそういうのやりたいってなったら全然行くので呼んでくださいSTU48のパフォーマンス全然配信とかなくてもやるのでうん、待ってます、文化祭とかぜひ楽しみです、よろしくお願いします。寒い。AKB の新曲見た。 AKB さんの新曲、私ちょうどねソロツアー参加してて見てたの、見れなかったんですよカウントダウン TV でも、あのジャケ写とかタイトルとか見ました。あのなんだっけ、カラコンウィンク、まだ曲は聴いてないんですけど、でもめっちゃ衣装とか可愛いなと思いました。なんかめっちゃゆきりんさんっぽいというか、上品で可愛いみたいな、めっちゃ可愛かったです。しかも歌詞なんか SNS で見たんですけど、すごい秋元先生はどうして、なんだろう、カラコンをしている女の子の気持ちまでわかるんだろうって、すごいなんか
よかったです。なんか男の人ってこうカラコンとか、なんか女受けが一番強いイメージがあったら、カラコンしてる人好きじゃないみたいな、なんかイメージがあったんですけど、なんかこうなんかすごい女の子の味方みたいな歌詞で、めちゃくちゃあの嬉しかったですね。早く曲を聴きます。まだ歌詞となんかシングルとか、シングルじゃない、ジャケ写とか見ただけなんですけど、なんかすごいすごいなって思いましためっちゃ可愛かったです、なんかヘーゼルナッツの瞳のなんか裏でみたいな歌詞がめちゃくちゃ可愛かったです。なんかカラコンしたくなりました。カラコンもちょっともう今家にないんですけど、ヘーゼルナッツ色買おうかなって思いました。つけたことないから。ヘーゼルナッツ、ヘーゼルナッツって明るい茶色とかかな。やりたい本当に可愛いよね、なんか本当に秋元先生ってすごいなって思いましたすごいよね。MV 見ます。あともうちょっとしたら壇上を読んで今日の配信終わりたいと思います。なんか今日はちょっとバタバタだったんですけど、右目から I love you って歌詞も秋元先生っぽい。わかる。なんかさ、私もうやっぱり秋元先生の歌詞めっちゃ好きなんだよね。なんか。なんだろうな、別にサビとかさじゃなくてさ、なんかサビとかってこう大事なこと言いますって感じで他の曲すごいあるけどさ、木本先生ってさ、なんか A メロとか2番の B メロとか、なんかそういうところでめっちゃこう素敵な歌詞を入れてきませんなんか最近ね、なんだっけな、ビンゴ、僕隊でビンゴを歌ってるの聞いて、なんかね、ビンゴのあそこがめっちゃいいなって思ったよ。なんか偶然はいつだって用意されたシナリオみたいな、めっちゃ何それ、なんて詩的な表現なのって、いつも誰にも知らされずにとかさ、めっちゃよくないって思って、こうライブ見ながらなんか今まで自分が踊ってる時あんまなんか気にしたことなかったんですけど、なんか今こうやってじっくり聞いたらめっちゃいいなってところがいっぱいある。なんかすごいなって。私はだから48グループの歌詞がめっちゃ好きですね、なんかアイドルの中では。いいよねすごい、あの秋元先生のなんかもうリスペクトが止まりません。だからやっぱすごいんだなって思いますね。STU の曲とか特になんか、なんだろう、自分が普段なんだろう思ってても感じるけど言語化できない気持ちみたいなものを、なんかいつも STU48 楽曲では秋元先生が歌詞にしてくださるなって思ってて、だから共感しやすいっていうか、歌詞に、なんかすごいなって思います。そういうなんか語彙力というか感性というか、なんか自分にも欲しいなって思いますね。そうよね、言語化できる人ってすごいなって思うなんか私すごいそれが下手くそっていうかさ、なんかなんだろう、結構回りくどくなっちゃうから、なんか自分の思ってることを簡単に人に、やっぱ簡単にって大事、人に伝えれる人ってすごいなって思う。しかもさ、歌なんてさね、リズムっていうか決まってるし、音とかも踏まないといけないしみたいな、すごいなって思いますねくしゃみが寒い
けど失礼しました。なんかいっぱい話してたら急にくしゃみが、顔冷た、私の顔なんかここはあったかいのにここなんかほっぺの上と鼻が冷たい、なんでここに血が通ってるんですかね。失礼しました、くしゃみ連続くしゃみさせていただきました。暖房つけてる、いや急いで帰ってきたからつけてないんですよ。こたつはつけたけどマジで時間なかった、バタバタ、もうカバンとかもその辺に置きっぱ。今配信終わったらちょっとまずあの上着をハンガーにかけるとこから始めたいと思います。本当に今日バタバタ、明日はそんなバタバタバタ子じゃないと思う。風邪ひかないように、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんも気をつけてください。なんか今日広島、昨日くらいかな、なんか大阪から帰って広島駅着いた時広島寒って思ってびっくりしたんですよね。大阪の方が寒かったのかな、わかんないけど体感が夜だったからかな、すごい広島寒って思って今日もちょっと寒い。明日はバタコさん、バタコさんなわけないだろ、アンパンマン新しい顔よとかは言わないけど、まあ、バタバタのバタコさんってことですね。今日の広島昼と夜で寒暖差激しい、あそうなん、でも確かに昼めっちゃ暖かかったんですよね、太陽出てて。なのに今日は、今日っていうか今寒い、しかも私これ窓の近くだからさちょっと寒い。明日めっちゃ暑い、明日暑いんだ、じゃあもう半袖とかでもいい感じなのかな。なんかね、暖かくなるならなんかじわじわ、ね、夜ぐらいから暖かくなってほしいのに。急にだって夜寒くて昼暖かいなんて困っちゃうな。寒いね、皆さんも暖かくしてください。まあしてるか言われなくてもしてるか。いやでもいろんな話がしましたけど本当に楽しい2月です。じゃああと2分したら、これ下がっちゃう、あと2分したら壇上を読みたいと思います。2分後、まあ55分ですね、あと1分で、今54分になっちゃった、あと1分したら、まあ、こんなぴったり時間を決めなくてもまあいいんだけども。リネタの猫ミームの動画見た、いや見たよあれすごいさ。猫ミーム本当なんか私普通に一般の人っていうかこうが作ったやつが回ってきたのかと思うぐらいなんか結構ガチめに作っててびっくりした。猫ミームの動画ね、いやクオリティ高かったですね、なんか大丈夫なんか心配やけど。なんかちょっとさ春夏秋冬を流すタイミングがすごい、あのなんだろうすごいなんだろう、あのおも面白いというかイントロを流すタイミングすごいそういう枠なんやって思って春夏秋冬ってそんな恋に落ちる音みたいなイントロがもうはい、すごいですねリネタン完成。いろいろなんか大丈夫なんかは心配やけど猫ミームすごい広がってますね、最近メンバーとみんなで猫ミーム TikTok とかで見てます。でもリネタンの猫ミーム多分すごい今まで見た中で一番編集凝ってる気がする、
どうやって編集したのあれ。チピチピチパチパチピチピチパチパチビタ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 ンタンタン。私とマイキューもひたすらずっと猫耳やる遊び流行ってるから、なんかあったらみたいな、ずっと猫ミームのモノマネやってるから、ドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥ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 ンドゥドゥンドゥドゥドゥってね、やってますからね、もう二人で永遠にやってます。なんか嫌なことあったらやってますみたいな、困ってる猫とか。じゃあそろそろ終わりたいと思います。13位あられさん、12位山ちゃんさん、11位一文字三文字さん、10位しゅうじさん、9位パチロクさん、8位モンブランさん、7位ドテッチさん、6位エルマールさん、5位カズノリさん、4位がマカさんでした。13位会話で皆さんありがとうございました。そして3位がジェリーさん、2位がテリーピーさん、1位がホクさんでした。ありがとうございました。壇上の皆さん、そしてコメントしてくださった皆さん、ありがとうございます。見てくださって感謝、シェイシェイ、ありがとうございます。配信、無事できてよかった無事できてよかったです。ありがとう。まあ、ぜひあのセトラボと内向開運さんの YouTube チャンネルも見て、あとインスタもよかったいいねよろしくお願いします。コメントにハートを押すので、多分あの配信終わってからペポペポペポって押していくので、よかったら皆さんコメントよろしくお願いします。一応ね、どの投稿にもあの押せるように、なんか分かりやすくなってるんで、インスタ実は押しますので、よかったらよろしくお願いします。あと拡散してください、ぜひぜひなんか何のハッシュタグつけたいのか全然わかんなくて、なんかとりあえずなんかみんなに言われるがままつけてるんですけど、そのメンバーとかになんかとりあえずフォローミーってつけときって言われるから、なんか海外の人がフォローするかもしれないからって、フォローミーって私あの英語でなんかすごいパリミみたいなんですけど、違うんです、あの教えてもらったんです、それがやっぱいいらしいんで、私が別にフォローミーって言ってるわけじゃないんで、あのあのやな、そういうもんなんです、本当にちゃんと読まないでください、そういうものなんです、海外の人とかが見るかもしれないんで、はい、よろしくお願いします。ジャパニーズとかつけとけばよかったかな、ジャパニーズアイドル、はい、もうそろそろ終わりますね。JKT48 No! STU48 Yes! ジャカルタ顔かしら。ハッシュタグジャパニーズはほんまにいいで、マジ私ジャパニーズの綴り間違えそうなんだけど、ありがとうございました。素敵なハッピーバレンタインをお過ごしください。まあいろいろあると思いますが、明日配信するんで、はい、チョコもらえなかったって人は私の配信見に来てください。皆さんにチョコよりも甘い愛をあげましょう。決まった、決まった、ゲットだぜ、好感度。ありがとうございました。ゆっくりお休みください。そして明日のお仕事学校頑張りましょう、応援してますゲットだぜインスタのコメントいいねします、後からこれ終わったらします。おやすみ、ありがとうございました。どうもどうも、 ST48 の沖ゆか子と面白い女でした。ありがとうございました。